第1セット NEC 古賀のサーブでゲームが始まりました。ミドルを使ってきます。ここはブロックリバウンド拾ってもう一度ミドルですが、ここは山口ちょっと合いませんでした。山田選手もそうですし、それからドルズ選手もそうですし、アチャラポーン選手もそう、非常にこうサーブの上手い選手が揃ってますんで、レセプションというところ、今日は一つ注目かもしれません。さあ今度は黒部のサーブ、梅津が奥目を狙っていきます。大工殿からセッター塚田に返って、こちらもミドルを使ってきて、これはアウトになりました。さあ NEC その木上がサーブに下がります。お互いライトから打ち合って NEC ドルーズが決めました。これは高橋返すだけになりました。チャンスボール、 NEC はブロードできた。今度はミドル、山田美智香です。 NEC がドルーズのサーブでブレイクをします。これサービスエースにはならないか、返しました。チャンスボールです。よくつないだ。ブロック2枚ついている。リバウンド拾います。今度はライト前、ここはブロック1枚。今日セッター対角に入っています。コクラムが決めていきました。 NEC サーブアチャラポーン、ちょっとここ乱れて、タイムアウトを取って、そのタイムアウトが明けます。アチャラポーンのサーブが続きます。ここも同じようなところ、高橋のところを狙っていって、これがちょっと乱れた、返しだけになりました。ここもブロードで来るが、26日に行われて、この時はフルセットまで行きました。セットカウント3対2で NEC が勝利をしています。今度は後ろからアチャラポーンでした。バックセンターから決めていきました。セッターの塚田がサーブに下がります。ここもミドル、今度はクイックを使ってきた。ブロックは吸い込みになりました。バックライトからコクラムでした。19対7、今度は古賀のサーブ、ネットになりました。大工ゾロ上げてレフトに上げます。アチャラポーンです。ブロック2枚ついている。ブロックポイント、止めたのはアチャラポーン。ミドルできた。後ろ小が拾う、塚田上げて、もう一度ライトフェイントになった、よく下ろした。山口カバーでした。これもよく上げた。さあどうするか、いいところで小が待っていました。レフトからアチャラポーンです。まあ、ここもラリーを制したのは NEC です。ライトに上げた。ブロックは1枚、塚田が飛び込みます。大工殿上げてドルーズ、最後はライトからドルーズダニエルでした。これで NEC 第1セット25点目。黒部のサーブから始まります。梅津のサーブです。これがサービスエースになりました。さあ第2セットの立ち上がり、ここも奥大工ゾロちょっと乱れました。アチャラポーンは返します。奥福本拾ってレフトに上げます。第1セット、このドルーズのサーブのところでブレイクがありました NEC。 ブロックはアウトです。ここはブロックアウト。さあ今度は NEC アチャラポーンのサーブ、もう一度こうレフトへ、隅田フェイントはつなぎます NEC。 古賀打ってくる、決めてきました。
ちょっとネットに近いトスになったが、ブローで来る。返します。佐藤綾乃はここもブロードを使ってきます。後ろからドルーズはブロックポイント。止めた止めた。ブロックポイント。ここは2枚きっちりと飛んでいました。向こう側ドルーズと手前木戸へ、この2人のブロック。そのファーストレグの戦いの時は、NEC のセッターは中川、そして黒部のセッターは安田でした。 NEC 塚田、そして黒部の方は佐藤綾乃。その時とはこうセッターが違う今日のルーティンの対戦です。でも今日もきっちりと決めています。遠目から高橋打ってきます。ブロックかけてセッターが拾います。ライクゾノを上げて古賀、ここもリベロが上げたボールきっちりと決め切りました。高橋です。クラム下がって内島入ってきました。黒部です。この6、決定率は 85.71% となっています。ミドルブロッカーの木之江です。ここはライトから内島です。ここ山田で切ります。ここもミドル山田ポーン。ブロードできますがブロック止めた。古賀と山田が飛んでいます。福本ちょっと、これが長くなって、古賀打って返します。後ろ福本拾います。安田上げてよくフォロー入った。中川浮島使う。ブロックかけた NEC。柳田こちらもかけました。ブロードできた。ナイスコースに入っていた。バックアタック。これはバックアタックネット越えませんでした。山田のサーブは少し伸びるサーブを打ってきました。柳田最後はゲームキャプテンの柳田が決めて、第2セットは25対13。よく上げています。ダイレクトになった。ブロックかけた。ウースロー駒を打ってませんでした。浮島そして、隅田と高橋のアウトサイドヒッターですね。レフトからコンロッタンテのポーンです。ここはミドルを使ってきます。隅田のレセプションきっちり。さあその黒部サーブの山口がそのサーブを打ってきました。ブロックポイントだ。ドルーズ止めた。両手を上げたのはミドルブロック。ちょっとここはサーブレシーブ乱れて帰りません。佐藤玲香のサーブ入っています。ノータッチエースになりました。ここがよく後ろから浮島大ことを投げます。ミドルできた。ここでミドルを使ってきました。ブロックアウトになります。ブロックアウトを取りました。アチャラフォーム。そのミドルの山口が決めて、さあその山口がサーブを払っていきました。奥は入っています。ドルーズです。ライトからドルーズダニエルです。これでさあ今度は古賀が前に上がってきます。 NEC ダイレクトになる。サーブで崩して山田に来た。
隅田ブロックかけます。古賀拾います。ワンハンド、いや中川もそれからリベロ大工像ですけども、その大工像の選手にはもう藤井選手が何か気づくことがあってこう耳打ちをしたり、で黒部の方は今隅田選手に浮島選手が最後ずっと何やら耳打ち話をしていました。その隅田が返します。黒部チャンスボール NEC、 さあ中川は柳田に来た。第2セットに続いてこの第3セットも ここもブロードできますがちょっと合いません。木上、柳田どうするか、打っていきます。後ろ福本拾います。高橋、うん、決まりました。レフトから高橋です。ここもミドルが決めていきます。木上、井上のサービス、隅田セッターに上がって山口です。そのドルズのサーブです。ここはレフトからいいコースに打っていきました。ブロードできた。ここは気持ちよく打ち抜いていきました。山田に来た。ライクゾロ上げて後ろからドルーズ、バックライトからドルーズ、ダニエル何だったでしょうか。はい、アチャラポンのサーブです。ブロードが来ました。ブロックかけてライクゾロセッター上げて古賀、さあ NC マッチポイント。山田のサーブ、ブロック2枚かけて、おーよく飛び込んだ。ナイスレシーブ藤井、ダイレクト。最後はレフトから古賀サルメが決めて、これで NC20、 NC レッドロケツ対黒部アクアフェアリス、ご覧のようにセットカウント3対0、 NC レッドロケツがストレート勝ちを収めています。